可愛らしい春のお弁当を作るようなイメージで、ピンクのお花の、お弁当を作ってお子さんに作ってあげるっていうお母さんもいらっしゃいます。そう話すのは、鶴岡市の斉藤孝子さん。飾り巻き寿司インストラクターの資格を持っていて、自宅で料理教室も開いています。いやー、すごく華やかで綺麗ですね。はい、ありがとうございます。カエルやペットのインコなど、これまで30種類ほど作ってきたそうです。どういうところを意識されて作ってるんですか？色合いが綺麗に出るように寿司飯の色をつけるということと、あと美しく切った後にこう形が出るようにというところを気をつけて巻いています。でもこれなかなかこう凝っていて難しくないですか、作るの。ああ、そうですね。ポイントとか、まあ見た感じ難しそうに見えるんですけど、初心者の方でも簡単にできるのもあります。じゃあ私も挑戦してみてもいいですか？はい、ぜひ。あ、よろしくお願いしはまい、す。わかりました。今回作るのは、花をモチーフにしたこちらの飾り巻き寿司を初心者向けにアレンジしたもの。まずは花びらの部分、桜でんぶを寿司飯に混ぜて、それを10グラムごとに5つに分けます。ここでポイント。これやっぱり測るのって大事なんですか？大事ですね。花びらの大きさ違うようになるし、海苔の中にね、ご飯の隙間があったりとかすると、見た目が美しくないので。同じ要領で卵焼きを寿司飯に混ぜ、40グラムと10グラムに分けます。分けたものがこんな感じになります。続いては海苔に先ほどのピンクの寿司飯を乗せていきます。ご飯が棒状になるように、海苔の端まで置くのがポイントです。大きい花びらがあったり、ちっちゃい花びらがあったりとか、美しくないよね。こんなにご飯粒一粒一粒に気を使う作業なんですね。そして巻き簾を使って全体の形を作る作業。かんぴょうを軸にし、海苔で巻いたピンクの寿司飯を5つ置いていきます。全部やっていただいちゃった。横から見るとこんな感じです。それをさらに卵を混ぜた寿司飯で巻いていきます。最後に形を整えます。ご飯粒がギュッと中に、海苔の中に入り込むことで、隙間なく綺麗な飾り巻き寿司の断面が出てきます。さあ、いよいよカットです。わあ、どうなってるんだろう。よかった。ちゃんとお花になってます。 こちらが私が作った飾り巻き寿司。先生にかなり手伝ってもらったので、うまくできました。肝心のお味は？おいしい。よかったです。卵の甘さとはい。この桜でんぶの甘さはい。がいいですね。はい。かんぴょうの食感も良くそうなんです。て、見た目だけじゃなくて味もしっかり美味しいです。甘みとしょっぱみと、あとこう食感とかも大事にしてます。ところで、今回斉藤先生には特別にある飾り巻き寿司を作ってもらいました。何が出来上がるのか当ててみてください。まずはたらこをご飯に混ぜ始めました。テレビ見て、で特徴を見て、どうやらテレビに映っている何かを作っているようです。続いて寿司飯にすりごまとしそのふりかけを混ぜます。そして形を作っていきます。本当難しかった。この40グラムにたどり着くまでが、ここの高さも1.5なんです。こうやって見て、女の子とかだったらね、はい、結
超簡単なんだけど。作っているのは男性のようです。魚肉ソーセージも使って巻くと断面が顔になっているの分かりますか？そしてこの3つのパーツを糊で一つにします。しながら、じゃあ切ります。お断面がきれいに出てきました。黒い部分は髪の毛だったんですね。それで終わりじゃありません。さあ最後に糊で顔に表情をつけていきます。これが最大のヒントですよ。眉毛が太い。眉毛が太いです。次男と同い年だったんで、もう息子のような感じですね。ぜひ頑張ってほしいと思います。同じ斉藤だし。もう分かりましたね。正解は、はい、完成しました。あ、すごい。改めてこれは斉藤くんの顔の飾り巻き寿司になります。なんとゴジダスのキャスター就任記念に斉藤アナウンサーの顔を作ってもらいました。眉毛の感じなどよく似てますよね。ここのポコッとこうね浮き上がった斉藤くんの髪の型を出すのに、この 40g っていうのを出すのがとても難しかったですけど、こちらももちろんいただきます。うん、おいしい。よかったです。髪の毛おいしいですね。髪の毛おいしい。あのごまの香りと、うん、ゆかりのしその香りが、うん、アクセントになっててとってもおいしいです。斉藤アナウンサー、一緒にゴジダスキャスター頑張ろうね。飾り巻き寿司の教室は随時参加者を募集しています。オンラインでの教室も行っているそうなので、全国どこからでも参加できますよ。色もすごく鮮やかなので、食べてても見ててもワクワクするところがいいと思います。春が来た気分を味わっていただいたらいいかなって思います。